企業同士の交流促進やビジネスチャンスの創出。1000個とか500個とか、金型かけたら2時間で終わっちゃうとかいうような仕事でも、やってます。AC アダプターを使いまして、16ボルトの直流に変えております。従いまして、16ボルトなんで非常に安全であると。マッシリングをハグを交換するといって、必ず怪我しますよね。はい。別のところで怪我したり、ね、あります。その時これをガチャガチャとかぶせて、施設に入れさせていただきました。それで加工させてもらった、品物をこの辺に置いてます。余った材料、これゴミになるんですけども、これは本来なら捨てるんですが、うちの方で回収させていただきまして、割れることもなく、取りもなく、きれいに捨てますことが可能です。余物の持ちも良くしながらも、その安定した加工をしないとダメだというところで、いろいろ試行錯誤しまして、いろいろな溶接の仕方をある程度組み合わせて、時間を早くしていこうというところで、歯医者さんにこの機械を入れることによって歯周病菌とか根管治療トランクケースの、チャックのこう縁にこう一周ぐるっとこう巻いてそういった商品であるとかこういったカバンの具材をもう清潔させていただいております。手をこう握っていただいてふっとこう息を引っ掛けていただくと熱いですよね。その熱を再利用して熱交換して突っ込んだシャフトの体積分だけ必ずお茶は出てきます。でこの原理を使っています。姫路城の瓦の樋口瓦をステンレスと合わせて自分で作り上げた。 ABS でも、まあ、アクリル以外の素材でも透明にできますよということを、毎日毎日60品種ぐらいとか製造させていただいたりしてるんですけども、やっぱり1個から2個でリピート品ではないものが多いんです。